医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。最近ですね、検索 Google などでしていただくとですね、検索結果に関連する質問というコーナーが出てくるのを皆さんご存知でしょうか。例えばなんですけれども、私今この糖尿病治療というのを Google で調べたんですけれども、一番上はですね、糖尿病情報センターというところのページに誘導するようなところがあって、その下にですね、こんな感じで関連する質問というのが出てきてるんですね。例えば糖尿病を治すにはどうしたらいいですか、これクリックするとこんな感じでそのアンサーがこう書かれているんですね。で、そのアンサーはどこから来ているかというと、ここでは赤羽森内科腎臓内科さんの、まあ、サイトに行くような形になりまして、ここから自分のサイトにこう飛べるようになるというところですね。どうやったらここに出てくるのっていうところを最近ですね、よく聞かれるようになりましたので、そのところについてお話をいたします。勘のいい皆さんだったらお気づきだと思うんですけれども、ここに乗るにはこのアンサーがウェブサイトの中に入ってればいいということなんですね。なので皆さんここに載せたいという場合は、例えば糖尿病治療のページを作ったら、この項目のアンサーをホームページの中にこう書く、もしくは糖尿病治療の中に FAQ というコーナーを作って、まあ、これのアンサーをこう書いていくというところになるかなというふうに思います。実はこれ便利なツールがありまして、このアンサーをいちいち調べなくても最適なものが何かっていうのを出してくれるサイトがあります。それがですね、今ご覧いただいているオールソーアスクトというホームページになりまして、こちらですね、概要欄から行けるようにしておきますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、これ基本は有料で使うものなんですけれども、3回使う分には無料で行けますので、例えばこれ糖尿病治療について調べたいと思ったら、ここをですねジャパニーズにしていただいて、こちらもですねジャパンにしていただいて、ここに糖尿病治療と、記載をしてサーチを押します。そうしますとどういうふうに出てくるかというと、この糖尿病治療に関してみんなが聞きたい項目何っていうのがこんな感じで出てくるようになります。でそれもですね、まあこんな感じでピラミッド式になっているような形なんですけれども、例えば糖尿病治療から4つのピラミッドが出てて、糖尿病を治すにはどうしたらいいですか、一生治りませんか、糖尿病になったらまず何をしますか、糖尿病の治療のゴールは何ですかみたいなところが出てきて、さらにそこからブレイクダウンをして、例えば糖尿病になると寿命は縮まりますかとか、これプラスを押すとまたさらにそこからブレイクダウンしていくような形なんですけれども、ここからですね大事なものを拾っていくというのがいいのかなというふうに思いますし、これはですねこちらの関連する質問ということを度外視しても、要するにですね Google をなぜ使うかというと、疑問に思っていることのアンサーが欲しいからなんですね。ですから糖尿病のページを書くための見出しのところ、どんな風に患者さんとかはこの病気について知りたいと思っているのかのすごくこうヒントになるものなので、これを利用してですねコンテンツを書いていただくと良いかなというふうに思います。さらにですね、これとチャット GPT などを組み合わせて、ほぼ半自動みたいな形で文章を書くこともまあできると思いますし、先日ですね、Google がですね、AI を使ったからといって、検索の順位に影響するということはほぼないよということも明言していますので、その代わりですね、やっぱり独自性のある文章っていうのは作っていただきたいので、ある程度皆様の意見を入れた中での叩き台を AI に作ってもらうという形がいいかなというふうに思うんですけれども、そのようにこう利用していただくといいかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。これですね、対 Google についての小ネタもですね、ちょっとずつこう動画でお話ししていければというふうに思いますので、引き続きですねこういう知識も得たいなと思われた方はですね、チャンネル登録等していただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。